玉ねぎ。玉ねぎ、玉ねぎ、木頭、学名、は、ネギ属の多年層。園芸上では一年層もしくは二年層として、扱われる。主に球根、輪形が、野菜として、食用とされるほか、豆腐前に収穫した葉、葉玉ねぎも、ネギと同様に調理できる。色、形状、大きさは様々である。種商名は、ラテン語で、玉ねぎの意味だが、 さらに、塔を意味する、ケルト語に由来するとも言われている。なお、かつて、日本では中国語由来の中国語版と書いて、玉ねぎと読んでいた。染色体数は、生育適温は前後で、寒さには強く氷点下でも塔外は、ほとんど見られないが、以上の高温では生育障害が起こる。加賀文化に必要な条件は、品種や系統によって大きく違うが、 一定以上に成長した個体が前後、またはそれ以下の低温下に、一定の期間以上さらされるとかが分化する。大きな苗を植えると、分球や列球や中大しやすく、小さいまま低温に合うとかれやすい。血球には、日長が条件が大きく関与し、短日、中日、長日それぞれに、品種系統で分化している。大まかに、日本で栽培されているものは、 春巻きが14時間以上の長日条件下、秋巻きの早セ種で12時間程度の中日条件下で、結球する。長日条件、温度上昇で肥大が促進される。玉が成熟すると葉が倒伏し、数ヶ月の休眠に入る。ヨーロッパなどで栽培される品種の中には16時間以上の、長日でなければ結球しない品種があり、それらは日本では収穫できない。ネギの花は、 花弁が開くが、玉ねぎとは、花弁が開かない点で、区別できる。ヤグラネギや、野草の伸びると同じように、花の咲くところから、芽が伸びる品種があり、ヤグラ玉ねぎと呼ぶ。原産は、中央アジアとされるが、野生種は発見されていない。栽培の歴史は古く、紀元前の古代エジプト王朝時代には、ニンニク等と共に労働者に配給されていた。 ヨーロッパの地中海沿岸に伝わった玉ねぎは、東、ヨーロッパ、バルカン半島諸国やルーマニアでは、辛みの強いツラ玉ねぎ群、南ヨーロッパ、イタリア、フランス、スペインでは、辛みの少ない山玉ねぎ群が作られた。これらの両系統は16世紀にアメリカに伝えられ、様々な品種が作られた。その一方、原産地から東のアジアには伝わらなかった。 日本では江戸時代に長崎に伝わったが鑑賞用に留まった。食用としては1871年、明治4年に札幌で試験栽培されたのが最初とされ、1878年、明治11年、札幌農学校教官のブルックスにより本格的な栽培が始まった。その後の1880年、明治13年に、 札幌の中村磯吉が農家として初めて栽培を行った。品種の系統としてはアメリカから導入された春巻栽培用のイエローグローブ、ダンバース、イエローグローブダンバースという品種が札幌期という品種に秋巻栽培用は1885年、明治18年大阪にイエローダンバース、イエローダンバースという品種が導入され先週期にフランス系の ブランはアチーフドパリが愛知ジロニを変えて、それぞれ地域に定着化した。さらに農家や農協単位で自家採取、選抜を行い、農家や地域ごとに特徴のある品種が作られた。現在では大手種病会社による開一品種がほとんどを占めている。特に株式会社執法による一連の品種は寒フ病に対する抵抗性を持ち、 長期貯蔵性などにも優れ、平成16年度、民間部門農林水産研究開発功績者、表彰の農林水産大臣賞を受賞した。2005年、平成17年の世界生産量は、約65000トン。日本での生産量は154000トン。作付け面積は24000ヘクタールである。そのうち北海道が、 生産量約660,000トン。作付け面積12500ヘクタールと、全国生産量の約5割強を占める。以上、統計値は、農林水産省、平成21年3春の名、夏秋野菜の作付け面積、収穫量及び出荷量による。北海道に次いで、佐賀県、兵庫県、主に、アージ島、愛知県、長崎県、静岡県、 大阪府、主に、泉州地区が、主な産地である。北海道は春巻き栽培、他府県では秋巻き栽培が行われるため、季節ごとに、産地の異なるものが小売りされている。安価である外国産、中国、タイ、韓国、アメリカ、トルコ、オーストラリア、ニュージーランドの輸入品も多い、輸入量、約2800ドン、ジェトロ2009年。 平成21年年計。国産品は、価格面の対策として、生産、流通コストの低減化、葉坂ゃき対策として、マルチングトンネル栽培による、極和製の早期化や、貯蔵技術の向上、極層製品種、高貯蔵製品種の開発、品質面の対策として、高機能製品種の開発等を行っている。大きく分けて春巻き栽培と、 秋巻き栽培がある。致命的な病気や害虫は少なく栽培の容易な野菜である。春巻き栽培と秋巻き栽培の中間的な栽培方法。採取、種の収穫を目的とした栽培は食用栽培と大きく異なる。主な工程は、母本選抜と開花採取であり、本州での採取栽培の方法は以下の通りである。玉ねぎは収穫後、 表皮を乾燥させておけば、長期保存が可能であり、常温でも数ヶ月は保存が可能な食材とされる。酵素欠損による不対象でなければ、ほとんどの人には無害である。アレルギー物質を含む食品にも、指定、2013年時点の厚生労働省省令、及び通知されていない。主に、ウロコがを食用とするが、強い辛み、香味がある。生の玉ねぎは、 いちごくらいの甘みを持っているが、これは玉ねぎが光合成産物をデンプンではなく、主にスクロース、グルコース、フルクトース等の低分子の糖として貯蔵するためである。したがって玉ねぎのン系からはデンプンは検出されない。糖度は高いが辛さが強いため辛く感じる。辛みは加熱するとなくなり甘みが出る。一般的に食べられている玉ねぎはイエローオニオンとも呼ばれる。 日本ではエシャロットの代用とされる場合もある。辛味の強さは品種によって違いがある。一般に和製の方が辛味が少なく万性になるにつれ辛味が強くなる。しかしそれは日本で栽培される品種を開発する過程で和製品種の親に甘い品種を負い、万性品種の親に辛い品種を利用したためである。つまり相万性と辛味には直接の関係はない。 また、保存状態によっては、辛味が強くなるため、万性の貯蔵用品種であっても葉が多いうちに、収穫てすぐに利用すれば、比較的辛味が少ない。多様の料理に使われる。サラダであればマリネなど、煮込み料理では、カレー、シチュー、肉じゃがなど、卵と共に料理するオムレツや親子丼に用いるほか、ソースなどとして、デミグラスソース、トマトソース、タルタルソース、 サルサなどの素材としても欠かせない。ネギと同様に鍋料理や味噌汁の具としても用いられる。日持ちがするため、大航海時代には、人参やジャガイモと共によく食べられていた。新玉と呼ばれる、極創生の玉ねぎなどは、生の薄切り、オニオンスライスや、みじん切り、ラーメンのトッピング用などでも美味しく食べられる。玉ねぎを切ると涙が出るのは、 玉ねぎの細胞がスライスされた時に発生するシン、プロパンチ RS をキシドがキ化し、目、鼻の粘膜を刺激するためである。これを防ぐには、ゴーグル等で目を覆ったり鼻をつまんだりする。ほとんどにおいては、鼻から侵入してくるため、目を洗い流すだけでは痛みを緩和することは難しい。換気扇を回した状態でコンロの火をつけ、そのすぐ横で調理すると刺激成分が、 上昇気流に乗って換気扇から排出される。また、水につけながら切ると刺激成分が水に溶けて気化しなくなる。あらかじめ冷蔵庫で数時間冷やしておくのも良い。反対に、電子レンジで加熱することでも刺激成分の効果を弱められる。ただし、これらの方法では多少身が落ちてしまう。涙の出ない玉ねぎも開発されてはいるが、遺伝子組み換え作物のため市場には出ていない。 生の玉ねぎの匂いは、主に、ジプロピルジスルフィドによるものである。玉ねぎの種は、黒ごまに、姿が似ており、インドやヨーロッパにおいて、スパイスの一種としてそのまま、あるいは他のスパイスと合わせて、料理の香り付けなどに用いられる。玉ねぎを加熱し、黄色、飴色、茶色とカッペンが進行するに従って、DPPH ラジカル消去能が上昇するとの報告がある。 玉ねぎを炒めることによって、メーラード反応が起こり、褐色物質のメラノイジンが生成する。メラノイジンは、インビトロでは抗酸化作用、活性酸素消去活性、ヘテロカイアミノ化合物、発岩物質に対する脱変異原活性などを有する可能性があるとして、とが続けられている。かつて、デザイナーフーズ計画のピラミッドで二軍に属しており、チャイアターメリックと共に、 二群の最上位に属する高いがん予防効果のある食材であると位置づけられていた。猿は好んで食べることもあるが、うさぎ、犬や猫などの動物が食べた場合、成分に含まれる有機溶化合物が血液中の赤血球を破壊する玉ねぎ中毒の原因ともなる。人でも大量に食べると玉ねぎ中毒になる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。